こんにちは、心理カウンセラーの高村です。今回は人を責めるのをやめたいですというご相談へのお答えです。人を責めるっていうのは一般的にはあまり良くないことというふうにされています。しかしこれは心理療法的には時と場合によるというふうに考えます。例えば何かあったらすぐ責める、全く自分の責任を果たそうとしないっていうふうになっているとしたら、これは周りはともかく自分自身も結局のところ損すると思うんですね。しかしもし自分自身が今までずっと萎縮して自分ばかり責めておとなしくしている、でも内面ではいつも苦しくてたまらないっていう状態でいたとしたら、それが少しずつそのエネルギーを外に出すということができたとしたら、今まで人に嫌われまいっていうふうにしていたのが、そういったことはどうでもよくて自分の言いたいことは言うっていうふうに、新たな成長の証として他人に対して攻撃的になって責めるということはまあまああります。ですからこういう時には、あ、これはむしろ自分のエネルギーが上がっているんだ、積極性が出てきて自分らしくいられるようになってきたんだっていうふうにプラスに捉えていただくといいと思います。もちろんこれは程度問題で、何でもかんでも責めまくってっていうふうにまた別の極端になりますと、何かあったら自分のせいの代わりに、何かあったら全部他人のせいっていうふうに180度反転しているだけになりますから、これは逆効果っていうこともあります。もともと 100% 自分を責めるだけっていうのであれば、理不尽なことに関してきちんとノーと言ったり、強い口調、語気が荒い、ある種攻撃的になるっていうのはむしろいいことです。このバランスが大事ですね。ただいきなり最初からバランスっていうわけにいきませんから、ものすごく自分が抑えていてずっとやられっぱなし、責めっぱなしっていう方にとって、これが外に出る攻撃性っていうものがプラスの意味合いを持っているということは知っておいていただけるといいかと思います。ご参考になれば幸いです。最後までお聞きいただきありがとうございました。